究極はワントゥーワンのコミュニケーションです。本当はお客様一人一人と対面で喋ってその人に合わせた案内をしたいんですけども、時は令和ビジネス戦国時代、ビジネスの常識をバッサバッサ叩き切るマーケティング侍の非常識なビジネストーク。チャオ、マーケティング侍のリュウです。このチャンネルでは実践的で今すぐ使えるマーケティングを皆さんにシェアしていきたいと思います。はい、リュウ先生、今日もよろしくお願いします。はい。このチャンネルでいろいろ教えてくださったと思うんですけれども、一回買ってくれたお客さんの関係を維持したりとか良くしたりとかって具体的にどうやったらいいんですか？なるほど、もうそれこそまさに CRM の世界ですよね。 CRM っていうのはカスタマーリレーションシップマネージメントで、まあ、日本で言うんだったらば顧客関係管理、まあ、つまり全てのビジネスにおいて重要なのは、一回お客様になってくれた人とどうより良い関係を作っていくのかっていう、ここめっちゃ重要なの。いわゆるエンゲージメントとかも言うよね、関係値とかね、いい関係を維持していく。さらにはもっと言うと、お客さんになってもいずれお客様って離れていくね。これね、結構みんな忘れてる。一回お客様になったらずーっとお客様でいてくれるわけではなく、やっぱお客様ってのは次々と目移りしていく生き物。もう簡単に言えば、お客様ってのはもう究極のわがままだっていう認識の方がマーケティングにおいてはめちゃくちゃいい。だって、美容室なんて考えたらわかるけども、まあ例えばね、ホットペッパーで美容室見つけます。行きました。すごいこれカリスマだ。カリスマの美容師さんに当たったって言っても、そういう人も6月違う美容室行ってないみたいな。はい。コロコロ変わるでしょ。あるあるですね。あれ？あんなにカリスマって言って、もう大ファンですとか言ったら翌月違うとこ行ったりするじゃん。これはまあやっぱ YouTube も同じだよね。このマーケティング侍がいいと思ってても、どのチャンネル行く方だっているわけだし、例えばラーメン屋さんをやっていて、このラーメン美味しいって言って来てくれてるけども、翌月になったら違うラーメン店に行ったりというふうに、お客様の気持ちって次々目移りするし、もうかつもうコロコロ変わっていく。そういう中で、じゃあサブスクリプション、継続課金型のモデルを作ればいいんじゃないかって考えてる方もいると思う。例えばオンラインサロンなんかもそうだし、リピート通販みたいに毎月ね、定期的に送っていくような、そういうコンテンツもあったりするでしょ。でもやっぱりね、大会するわけだよ。継続していかなかったりするわけ。じゃあ、この継続していくっていうのは、イコールお客様とのより良い関係を維持している状態。さらに自分たちの商品をずっと愛用してくれる。こんな人ができたらいいと思う。めちゃめちゃいいっす。そのために必要なのが先ほど言った CRM、カスタマーリレーションシップマネージメント。顧客関係を管理しましょう。顧客関係を管理するって言い方を変えると、お客様とのより良い関係をずっと維持していき、さらに自分たちの商品サービスを愛用し続けていくために何をすればいいのかってマーケティングなんだよ。すごくね、わかりやすいところで言うと、チョコザップ。チョコザップっていうのは低価格帯のジムをものすごく一気に拡大させましたと。で、なんでチョコザップがこの拡大したのかなっていう、その要素の一つとして、この CRM がめちゃくちゃうまかった。顧客の関係管理がめちゃくちゃうまかったと。チョコザップってアプリで登録するんだよ。この100万人以上いる会員さんがアプリを使って、低価格帯のジムだとはいえ、やっぱ使わない人いるじゃん。はい。この使わなくなった人たちの原因とかを全部管理して、そこに対してアプローチをめちゃくちゃしてるの。まあ、例えば、応援メッセージが飛んできたりとか。あるいは、ジムって辛いもんでしょ？ジムで辛い運動とかをするんじゃなくて、エステの機械を使ってくれたらいいです、みたいな。あ、そうか。じゃあ、辛い思いして行くのはちょっと大変だけど、エステマシンだけ使いに行こうっていうので、もう一回行ったりとか。いろんなアプローチ方法で継続率を高めていってるんだよ。具体的な数字ってね、確か公開されてないと思うんだけども、サービス開始の体験率1だとすると、まあ、2023年の9月の時の情報だと、0.62 まで体験率が抑制されてると。だいぶ体験率が下がってるよね。これを違いをどうやって生み出してるかっていうのがさっき言った CRM になるんだけど、もうちょっと具体的に説明すると、まあ、チョコザップって、まずそもそも継続している人、継続してない人のセグメント分けめっちゃしてるんだよ。例えば、来店回数がね、月に4回以上の人と、1、2回の人では考えてること違うでしょ。はい。トレーニングマシンだけを使ってる人もいれば、うち運動なんかいいです。美容機器だけ使えばいいですっていう人もいるし、さらには、アプリの内容をくまなく見てる人もいれば、全くそんな見てない人もいるでしょ。お客様っていうのはみんな考え方が千差万別なんですよ。これを何も分かってない人っていうのはみんな一緒に送ってる。一人のお客様だと思って全員に同じメッセージを送ったりしてます。まあよくあるじゃん。メールマガジンを送りますとか、LINE で連絡をしますとか。でもお客様ってみんな違うじゃん。女性もいれば男性もいて、年齢層が高い人もいれば若い人もいて、予算がある人もいればない人もいてっていうに、みんな違うんだけども同時にアプローチをしたらその反応バラバラになるでしょ。ってことは、この CRM、お客様との関係値を良くするために最も大切な考え方はパーソナルなんですよ。一人一人にパーソナルなメッセージ、パーソナルなアプローチができれば、これは一番反応が高まる。お
ここまで本人分かる？うん、分かります。簡単に考えたら分かるじゃん。はい。一人一人丁寧にアプローチをして、その人のことをヒアリングとかしていって、はい。聞いてったら、それは上がるよねって。うんうん、まあ、そういう意味で言うと、なんか CRM、顧客とのね、関係値をすごいうまくやってるなと思ってるのが、丁寧通販さんのすっぽんこまち。これもね、結構よく例出すんだけども、すっぽんこまちって出荷数がすでに2640万袋あるんだよ。そんなにあるんですか？さらには定期継続率が 90% 以上継続していくと。なんでそんなに継続していくんですかっていうのを、やっぱ見てみると、カスタムオペレーターのマーケティングがめちゃくちゃいい。マーケティングっていうかもうこれ方針なのね。まあ、丁寧通販っていう名前の通り、すごい丁寧なオペレーションをやっていくのね。普通なんかそういうさ、通販とかって、例えば解約したいですとか、オペレーターになんか商品についてわからないことがあるんですけど、っていう風に連絡すると、制限時間決まったりするんだよ。だってまあやっぱ、テレオペレーターでもお金かかっちゃうから、もう3分間以内にしてくださいとかっていうのがあるんだけど、この丁寧通販さんはそういった制限が一切ない。もうむしろなんだったらば、もういくら時間をかけてもいいから、一人一人のお客様に寄り添ってサポートをしてくださいみたいな、まあそういう方針なの。だから、中には1時間以上会話したりするわけ。すごいっすね。何の会話するのかなと思うけど、雑談であったりとか、はい、お父さん最近体調どう？みたいな。そういったコミュニケーションが一人一人すっごい生まれてるのね。結果お客様にファンが多くて、そのままずっと継続していくってことが起きたりするわけ。まあ、これも一つの、まあ、CRM と言っても過言ではないよね。というように、この CRM、カスタマーリレーションシップマネージメント、お客様とね、この関係値どうやって作っていくんだっていうのは、マーケティングにおいてはかなり大きな要因。だってリピート率に関わるじゃん。これを今日はもう少しロジカル的に、この動画を見てる皆さんが使えるようにちょっと解説していこうと思います。で、解説してもらえるのは、やっぱね、CRM をとことんやっていたと言ったら、やっぱ私の中で通販なんですよ。特にリピート通販、継続的に売っていく商品。そのためにもう欠かせないのがもう CRM よね。もう実際に。ここを外してしまうとうまくいかないということでね。まあ、今回ゲストの方をお呼びしております。株式会社ミライのですね、水谷さんでーす。はいです。お願いします。最近結構よく出演していただいてるんですけども、やっぱウェブマーケティングとか CRM とかっていう領域においてはやっぱ通販が強いなと思ってまして、まあ初めての方もいると思うので簡単にじゃあ自己紹介の方。はい、ミライの水谷と申します。15年ぐらい通販の会社をやってまして、うちの会社はまだちっちゃい時から今に至るまでずっと現場第一線でもうマーケティングに携わってきたという人間です。CRM に関しても本当にいろんな方法を試しましたし、細かく数字も見てきてやっているので、このあたりは今日ね、いろいろお話できるんじゃないかなと思ってます。うちの商品としては美容液が中心で、だいたいこれが15年で300億ぐらいの売り上げになってるんですけども、まあ、CRM 領域を駆使しながらこうアップセルとかクロスセルとかそういうのも使いながらやってきました。よろしくお願いします。はい。ということで今日はね、まあ、そのゴリゴリやってる水谷さんから、どうやったらお客様がリピートになるのか、このシステム的な部分をロジカル的に説明してもらえるんですよね。ぜひ。はい。ということで、今回も結構神回な予感がします。早速もう CRM なんて全く理解してないホイミングをですね、はい、今日もリスナー代表としてお呼びしたいと思います。ホイミン。はい。まあ、やっぱね、このチャンネルのテーマとして、まあ、裏テーマにもなってるんですが、横文字がわからない。もう CRM なんて一体何なのみたいなレベルのホイミングが理解できるようになれば、おそらく、リスナーも理解できると。黙ってみて大丈夫？はい、その通りだと思います。びっくりした、急に、はい、もう寝てるのかなと思って、ホイミンたまに寝てるんで。いや、寝てないです、寝てないです。はい、その辺は、今日リスナーの皆さん、よーく注意してね、見ていただければと思いますね。寝てたのか、起きてるのか、それも今日は注目のコンテンツですね。早速やっていきましょう。はい、そしたら早速、よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、CRM のことについていろいろ解説していきたいと思います。CRM、カスタマーリレーションシップマネージメント。またホイミさん好きな英語なんですけど。いつ好きって言ったんですか、僕。苦手すぎて。本当強かった、確かに。本当ね。横文字ばっかりなんですよ。横文字、略称ばっかりですね。うん。使っていくうちに慣れていくんで、大丈夫だと思います。CRM、そのまま直訳するとね、カスタマー、顧客とのリレーションシップ関係性をマネージ管理するっていうこと。顧客管理みたいな感じなんですけど、お客様の体験の価値を向上させる活動みたいなイメージです。ここで言う顧客体験って、商品買った後のアフターサービスみたいなことで捉えられがちなんですけど、顧客体験って、そのサービスに限らず、体験、商品のそのものであったり、企業とのコミュニケーション、サービス、全部を通したお客様の体験みたいな。ここで大事になってくるのは LTV ですね。LTV。前々回ぐらいに話したんですけど、ゴリさん覚えてますかね？すいません、忘れました。はい。ライフタイムバリューって、お客様の一人当たりのお客障害価値っていう
ものなんですけども、まあ、1年単位で見ることが多いんですけども、1年の間にお客さんはいくらぐらい使ってくれたかというのを測るのが LTV ですね。顧客体験を通じて、お客さんが喜んでいる状態って何で測るかって結局売上とかになってくるので、LTV を高める活動ってことですね。この商品とかサービスに満足をいってたら、商品は続けるし、サービス続けるし、より高いフィーを払うわけだし、LTV はおのずと上がっていくってことですよね。LTV を高めるための顧客体験を提供していくっていうのが CRM の活動っていうことになってきます。これって本当にリピート通販に限った話じゃなくって、どんなマーケティング活動においても言える話だなというふうには思います。例えばディズニーランドって行くとめちゃくちゃこう夢の世界、エンターテインメントが味わえるわけじゃないですか。あれってそのディズニーランドとして提供している商品であるとか、機能的に価値っていうよりも情緒的な、あの世界にいるのが楽しいとか面白いっていうようなサービスが味わえてるわけじゃないですか。それはそのジェットコースターっていうアトラクションもそうだし、キャストのコミュニケーションであったりとか、チケットの買い方がどうとか、入場ゲートに入る感じとか、グッズの価値とか、そういったものをトータルで考えて、ディズニーランドの顧客体験として提供している。それを通じて、またディズニーランドに行きたいと思える。年間パスポートなんか買っちゃったら、ライフタイム割はさらに上がるとか、そういったことをやってるわけですね。そうですよね。あんなに高いのに、ファストパスも有料になりましたし、あんなに高いのにやっぱ帰るときにはまた行こうってなりますもんね。その通りですね。それだけの優れた顧客体験を提供しているっていうことですよね。顧客体験、つまりその LTV を上げるためにじゃあどういうことをしていくかっていうことですね。ここで重要になってくるのは単価と顧客数ですね。どう関わってくるんですか？売上を上げようと思うと、顧客の一人当たりの単価を上げるか、お客様の数を増やすかのどっちかだと思うんですけど、単価を上げるっていうことに関してはアップセルをやるとか、クロスセルをやるとか、単発キャンペーンを絡めるとか、そういったことが重要になってきます。アップセルとクロスセルってすみません何でしたっけ？アップセルっていうのはサービスのより上位商品を案内するっていう感じですね。ハンバーガーを買うお客様に対してもっと大きいやつとか、もっと肉が国産で美味しいやつとか、そういったものを案内するのがアップセルですね。グレードアップバージョンを提供するみたいな。なんか牛丼の頭大盛りとかそういうことだったり。そういうことです。そういうのもだったりする。はい。クロスセルっていうのは、そのメインの商材とはちょっと違う商品なんだけども、まあ一緒に使ってもらったりとか、その前後で使ってもらうといいような商品を一緒についでに案内しちゃうみたいな感じですね。ハンバーガーを買うお客様に対して、ポテトとかドリンクとかサラダとかナゲットとかなんかもいろいろありますので、そういうのを案内するみたいなのがクロスセルです。リピート通販においては基本的に定期でリピートしてもらう商品を買っていただくのが前提ですけども、その季節ならではの商品を案内したりとか、単発のキャンペーンを組み合わせながら単価を上げていく活動をしていきます。 CRM でめちゃくちゃ重要になってくるのは転換率ってことですね。転換率っていうのはリピート通販によって、その商品を買ってくださっている方がまた次も買ってくれるかどうかっていう率ですね。お客様の数として増えてるわけじゃないんですけども、年間を通してそのお客様の発送する点数が上がっていくみたいな感じです。一人のお客様から1回買ってもらった方がいいわけですし、それを増やすために転換率を上げていくっていう活動が必要になってきます。転換率っていうのは、定期の商品を100人買ってくれたとして、毎月届く商品で20人解約しちゃって残った80人ですと、そうすると継続率 80%、80人残ってるんだからいいじゃんって思いがちなんですけど、はい、これが 80% がずっと続いて12ヶ月続くと大体 6% とかなんですよ。1年後にはもう6人しか残ってない。気持ちいいっす。気持ちいいっすよね。だからこれが 80% なのか 81% なのかっていうのがめちゃくちゃ重要になってくるんですよ。この転換率、リピート通販本当にリピートするものなんで、はい、1回継続してもらったらいいわけじゃなくて、ずっと継続してもらう必要があるんで、転換率ってめちゃくちゃ重要なんですよ。本当転換率がね 50% なのか 80% なのかとかって、そのビジネスを続けるかどうかぐらいの重要な判断になってくるので、結局なんか今日の結論としてはめちゃくちゃ細かく見るっていうのが重要です。あとこれ CRM というと、結局実はどういう訴求で商品を案内するかとか、どういう広告で出すかとか、入りのところを変えた方が事業としてもインパクト大きかったり、売り方を変えてみるとか、シングルステップとかツーステップとか、これはまた別の動画で話したいと思うんですけど、売り方とかもいろいろあるんで、そういう上流施策をやる方がインパクトは大きいんですけど、それはそれで別として、買っていただいた方に対してどうアプローチするかみたいなところに今日はフォーカスしてお話をしていければとは思っています、はいはい。
めちゃくちゃ細かく見るのが大事なんですけど、 LTV を媒体別とか顧客がどういう動きをしているかどうかで細かく見ていくっていうのも重要になってきます。媒体って例えばどういうものになりますか？例えば Google の検索であったりとか、 Instagram の広告経由であるとか、 LINE に出てくる広告経由であったりとか、いろんな広告の経路があるわけです。はい、ここの広告経路から入ってきたお客様は継続率が高くて LTV が高いとか、なぜかここの媒体から入ってきた方は継続率はさほど良くないけれどもクロスセル率が非常に高いとか、アップセルがなんか非常にうまくいってて LTV が高いとか、媒体によってバラバラだったりする、媒体によって訴求も違ってたりしますしね。そういうところもあるんで媒体別に見るっていうのは重要になってきます。でさらに言うとお客様の流れ別に LTV を分析した方がよくて、で LTV マップと呼ばれるF1、F2、F3 とかっていう言葉が出てきます、うん、これはフリクエンシーの F なんですけども、まあ、1回目購入、2回目購入、3回目購入、4回目購入、5回目って続いていくんですけど、例えば F1 の時点で買いました、買った方で、その次継続になった方、クロスセルに成功した方、解約した方っていろいろいるわけじゃないですか。分岐をしていくと、それぞれの LTV がいくらになるのかっていう話で、さらに F2 で普通に F2 に上がった人がその後 F3 に転換した率とか LTV がいくらかとか、解約した人の LTV はいくらかとかっていうのがどんどん分岐していくと、これが LTV マップというものが出来上がります。これをやるとどこに原因があるのかっていうのが分かるようになるんですね。まあ、最終的にはこの F1 の全体としての LTV が上げていくことが目的なんですけど、分解していくと、そもそもここの継続率が悪いみたいなこともありえますけど、 F2 のクロスセル率が非常に悪いとか、 F2 のクロスした人の継続率がやたら悪いとか、そうするとクロスセルした人の継続施策はどうすべきなのか、普通に F2 に行ってる人と継続の施策は何を変えなきゃいけないのかっていうところが分かってくるわけですよね。このようにして本当にお客様をできるだけ分けて考えるみたいなところが重要です。CRM って究極はワントゥーワンのコミュニケーションなんですよ。本当はお客様一人一人と対面で喋ってその人に合わせた案内をしたいんですけども、どうしてもそれはコスト的にできないですよね。そもそもね、リピート通販の始まりがそういう対面の販売をどうやって効率的にやるかみたいなところが始まってるんで、この CRM 活動っていうのもできるだけ塊に見ないで一人一人に合わせたコミュニケーションをする、できるだけ一人一人の課題に合わせて案内する内容を変えてあげるっていう、そういう発想が必要になってきます。なのでできるだけ細かく見るというのが重要になってきます。ものすっごい分解した方がいいってことですね。そうですね、めちゃくちゃ分解した方がいいってことですね。究極そのなんだろう、媒体別もそうだし、これもさらに分けると、その媒体のどのバナー経由かとか、どの LP 経由で来たかとか、もうそこまで細かく分けて LTV を計測しているモサもいます。どこまでやるかっていうことも、やばいっすよ、どこまでもやれちゃうっていう世界ですよね。そしたらあれですね、 LTV をとにかく高めればいいんですね。そうでもあるしそうでもないっていうところはあって、うん、例えばなんですけど、最初の動画の方でも言ったんですけど、リピート通販の大原則は LTV ダイナミック CPO なんですよね。 CPO っていうのはお客様の1人定期商品を買っていただくために払ったコストですね。これをこのスプレッドをできるだけ多くしてあげるっていうところが事業の成長の鍵になるんですけど、 LTV がめちゃくちゃ高くても、 CPO めっちゃ高かったら結局儲かんないです。めちゃくちゃ有料なお客様が入ってきてくださって、 LTV がめちゃくちゃ高い、継続もめちゃくちゃ高いし、クロスもめちゃくちゃ買ってくださる状態だったとしても、そういうお客様がめちゃくちゃお金払わないとご縁いただけないという状態であれば儲かんないんですよね。もしね、そういうことであれば、じゃあどうやって CPO を下げるかみたいな努力をする必要あると、できるだけ LTV を最大化して CPO を最小限にするかっていうところが重要ですよね。 CPO が低ければ低いほどいいわけでもなくて、 CPO 下げすぎると今度はあんまり数が取れなくなったりとか、いろんな広告メニューに調整できなかったりするので、ここの利益額が最大限のところはどこなのかみたいな、そういったのを探す必要があります。なので LTV だけが高ければいいっていうわけでもない、もちろん高い方がいいんですけど、このバランスを考えるのが重要ですね。LTV ダイナリ CPO が重要って分かったんですけども、 LTV を上げていくためにさっき F1 とか F2 とかってあったじゃないですか、うんうん、すごい細かに分解していくみたいな、はいはいはい、あの辺の話もうちょっと詳しく聞きたいなと思って。そうですね、確かに、はい、さっきも言ったんですけど、 F1 っていうのは初回購入の方、 F2 が2回目購入、
L3 が3回目購入、4、5、6、7、8、9、10っていくわけなんですけども、お客のステージがあるわけですよね。F1 の方はまだ付き合いの浅い方だし、F12 までいったらもう1年間買ってくださってる方ですし、F ごと、フリークエンシーごとに見てるお客様の状況とかもいろいろ違うわけですよ。1回買ってるだけの方と12回商品使った方って考えてること大体違うじゃないですか、普通に考えて。はい。一緒なわけなくて、そこに同じチラシを送っても反応って違うわけですし、なんか商品に関して思ってる悩みとかも違うわけなんですよ。まあそういうことで F ごとにちゃんと計測をするっていうのが重要なんですけど、例えばその CRM の管理に行くと、継続率を測るのであれば、こんな風に F ごとに月初の会員数が何人それぞれいましたと、その月に発送が何件ありましたとか、解約が何件ありましたと、まあ月初に100人いて解約が20あったんで、 F1 の継続率は 80% ですと、 F2 は何パーセントです、 F3 が何パーセントですと、これ見ていくと、あれ F2 の継続率が悪いということが分かってくるわけですよね。なので F2 のお客様にはこういうチラシを入れてあげるとか、そもそもそのなんで F2 の方が継続にしていないのかという、そこの仮説から考え始めるわけですけども、とにかくやっぱりまず計測しないと始まらない、これをちゃんと F ごとに分けて考えるというのが非常に重要になってきます。表の中に解約とかが入るのは分かるんですけど、発送って何が入るんですか？これですね、これまた後でちょっとお話できればと思うんですけど、継続しててもその方がその月にお金払ってくれるかどうかって限らないんですよ。クレジットカードが切れなかった、あ、そういうことじゃなくて、はい、継続してるけど、例えば今回はちょっと発送をスキップしましたとか、あ、はい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 、一回解約しようとしたんだけどオペレーターと話しているうちに一旦6ヶ月延長することにしたとか、うんうん、やめてはないけどその月発送してないみたいな方も実はいるんですよ、うん、なるほど。この辺は把握しとかないととんでもないことになるんですよね、うん。例えば F3 の定期発送が3ヶ月に1回サイクルで会員が月初100人いて、解約が0件で継続率 100% だ、すごいみたいな風に喜んでても、発送が0件だったら売上が0なんで、これは発送率を高める何か施策をやんなきゃいけないわけですよ。契約自体は解約してないけど、なぜかみんなスキップしてる、なぜかみんなお届け勧告を通常1ヶ月なのに4ヶ月に一度にしているみたいな、なぜか発送が起きてないわけなんですよ。これを何かしら改善する必要があると。継続率だけ見てると思わぬ落とし穴に落ちがち。見なきゃいけないポイントって分かったんですけど、例えば発送を増やすだったりとか、解約を引き止めるとか、施策例とかだったりするか、はい、その辺はね、さらに具体的に話しできればと思います。はい。具体的にじゃあその CRM 活動ってどういうことをしていくかっていうところで、商品のパッケージングとか商品そのものに関してはちょっと今回も一旦割愛します。商品の質そのものを上げる活動っていうのはそれはそれでまた必要になってきます。今回はコミュニケーションの部分ですね。商品以外のコミュニケーションとかサービスの部分でどういうことをやるのが多いかっていうところですね。基本的にコストがかからない順に書いたんですけども、 LINE とかは本当ここ最近出てきたようなツールですよね。通販でなんか変更とか解約とか質問とかって、まあ、電話とかが、ね、主流だったと思うし、今でもねコールセンターがある会社って多いんですけども、まあ、それももう全部うちはもうチャットしかありませんみたいな会社も出てきてますし、チャットベースのコミュニケーションツールっていうところが今すごい流行ってますよね。 LINE のいいところってメールより開封率が高いとかもあるんですけども、ワントゥーワン感がやっぱ非常に高いですよね。 LINE お友達って言ってるぐらいですし、企業から来たっていうよりはなんかこのブランドから案内が来たっていうような感じが出せないこともないし、お客様がこのコンテンツをタップしたからとかここで反応したからとかみたいな分岐がめちゃくちゃ複雑に組みやすくなってるんですよね。多くの企業が今 LINE に投資してるなっていう感じはあります。それでいってコストも低い。そうですね、基本的にやっぱコストも低いですよね。ただ送るだけだったら非常にお手軽な施策ですよね。ただこれもやっぱりね、何でもかんでも送ればいいってもんでもないですし、面白くない情報もね LINE に来ても逆にその企業に対してマイナスなイメージを抱くんで、やっぱコミュニケーションなんでね、ツールが重要っていうよりも中身が重要だったりはしますよね。あなたに届けてますっていうのをいかに実現できるかっていう感じですね。で、まあ LINE がある前まではやっぱりメールが主流でしたし、まあ、今でも長い文章とかやっぱりメールの方が多いですよね。ちょっと前までそのメールの配信をこう自動化してくれるマーケティングオートメーション MA ツールみたいなのがすごい流行ったなっていう感じですけど、商品を買った人に対して何日後に配信とかそういう条件とか結構いろいろ今細かく設
グメントが組めるので、そういった感じでやっぱメールマーケティングっていうのは重要あるなっていう感じがしています。単純になんか売り込みもせずに、まあ、お役立ち情報をお届けして商品に対して好意を持っていただく、ファンになっていただくみたいな情報提供のコンテンツを送ることもありますし、美容液を買ってる方に対して化粧水もよかったらどうですかみたいなクロスセルのキャンペーンを打つこともありますし、ちょっと暑い季節になってきたら単品で日焼け止めなんかどうですかみたいなキャンペーンのメールを送ることもありますし、そういうことで使うことが多いですね。ちょっと意外とこれ使われてないのが SMS のショートメールです。ああ、はいはい。使ってない会社結構多かったりするんですけど、ショートメールってめちゃくちゃ開封率高いんですよ。へえ、あ、そうなんですか。そうなんです、まあ、ただあんまり売り込みのメールを送ると詐欺っぽくなるんでなんかそういう使い方あんまり良くないんですけど、お知らせ的な使い方とか商品の配送に関する連絡とか、こういうのショートメール使うと結構良かったりしますね。ツール使うとそのショートメールの中にお客様の名前が挿入できたりとか、コンテンツがいろいろ作れたりとか、ワンツーワンパークの施策が打てたりするんですよ。意外と活用できてない会社多いんじゃないかなと思います。例えばこの辺ってこの先も書いてありますけど、同じ似たような電子で届くみたいなジャンルになると、うんうん、この辺って1個でいいですか、それとも全部やった方がいいですか。全部やった方がいいですね。全部やった方がいいですか。うん、何でかって結局やっぱ同じような内容を送っててもお客様ってこれ全部見るかって限らないじゃないですか。ああ、はい。本当タイミングによってメール読むときもあるし、LINE パッて見て全然読まないときもあるし、お客様によって分かんないので、はい。基本的にはやっぱ全部やって、メディアミックス効果を狙った方がいいかなっていうふうに思います。なるほど。人によってもなんかメール開かないけど、LINE だったらしょっちゅう開くみたいな人いますしね。うん、いるし、そうだったとしても、メールをたまたま開くときだってあるし。ありますね。うん。人ってそう、論理的に説明できないことをやる気もある。絶対このツールだけやってればいいってことはないですよね、うん、やっぱりまあ全部押さえておくのが一番いいんだろうなっていうふうには思います、うん、まあ、その中でもまあコスト的にやりやすいものからやっていったらいいんじゃないかなっていうふうには思いますね。LINEで低コストで成功したパターンをメールなり同梱物なりに転用していくみたいな、そういう感じなんじゃないかなと思います。同梱なんですけど、ここからちょっとなんかリアルものになっていくんですけど、まあ、同梱はあれですね、商品に同梱するものですね。これも結構王道な作りみたいなのもあったりして、定期の商品の初回に入れるべきものみたいなのもあって、例えばあの挨拶状みたいな、はいはいはい、ちょっとエモーショナルなこの商品を選んでいただいたことに関する感謝みたいな挨拶状を入れるとか、その商品を長く使っている先輩方の効果実感の声を入れてあげるとか、そういう同梱物でもセオリーみたいな、そういうものはあったりします。やっぱりね、あのお客様の声って本当に強力で、結局その F1 定期1回買って辞める人って2回3回続けて効果あるかどうか分かんないから辞めるわけじゃないですか、はい、そんな中やっぱ先輩がやってきて続けるとやっぱいいことがあったという話を聞くと、まあ、やっぱちょっと続けてみようかなっていう気になるわけですよね。っていう感じで同梱物っていうのは絶対入れた方がいいものって感じですよね。 DM はダイレクトメールですね。これはあのさっきの同梱は商品と一緒に送るんで、まあ、送料とかがコストセーブできるあるんですけど、お客様別荘で届くようなものなので、これもいろいろ形状はあって、はがきであったりとか封筒であったりとか、変形 DM っていうちょっと特殊な形をしたはがきとか、中にクーポンが入ってるとかサンプルが入ってるとか、いろんな事例があって、日本 DM 大賞とかで検索していただくと DM のなんか成功事例みたいなのが結構簡単に見れるんで、その辺とかで見るのも結構面白いかなと思います。 DM もやっぱりね、同梱物もそうですけど、かなりそのお客様のセグメントを細かく切って、この商品何回買ってて、これも買ってて、くらい以上も買ってて、何県にお住まいで、年齢がいくつで、生年月日がこうっていう情報まで絞り込んで自由に DM が発送できるので、かなりワントゥーワンのコミュニケーションができますので、CRM としてはいい施策なんじゃないかなと思います。まあ、ただもちろんね、あの印刷費だったり制作費だったり郵送費だったりとか、そういったものがかかってくるので、そこら辺のコストとレスポンスの率を考慮した上でやるやらないっていうのは決まってきますよね。 DM を1通送って継続率が急に 5% 上がるわけじゃないので、ある程度何ヶ月何年とコツ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 やっていって結果的に継続率が上がっていくみたいな指標なので、長期的に取り組むような指標ではあります。次にコールなんですけど、はい、インバウンドとアウトバウンドって、インバウンドっていうのは受ける方の電話ですね。アウトバウンドっていうのはこっちからかける方の電話です、はいはい、まあ、アウトバウンドの例はあんまり最近見ないけど、定期のお客様から問い合わせみたいなね、お電話とかはかかってくると思うんですけど、まあ、それに対してどういうオペレーションをやっていくか、どういうトークスクリプトでやっていくかとか、
冒頭で龍先生が言ってたような丁寧通販さんなんかは電話の時間、普通の会社だったらね、そこをあの CPH って言って、ね、1時間あたりの電話にかかるコストみたいな削減目標みたいな感じがあって、うん、そこであのあんまり長々とか喋らないみたいな、そこの電話のコストを抑えるみたいなところが結構多いんですけど、丁寧通販さんとかはコールのところに戦略的にコストをかけるっていうことで、コールに対してのその CPH とかは計測を取っ払って、お客様ととにかく雑談をして気持ちよく次の商品を買っていただくっていうような戦略を取ってるわけですよね。一番まあコストかかるだろうなと思うのはリアルのイベントですよ、はいはい、お客様も何かご招待してイベントをやるとか、なんかお会いしてご意見伺いながらとか、そういったことをやる。キンズさんとかが代表自らそういうユーザーの声を聞く会みたいなのをやってらっしゃって、なんかそれをまた同梱物とかに活かしてたりとか、はい、そういううまくメディアミックスをさせてらっしゃるみたいな、そういったこともあったりしますね。なるほど、うん、ここでやった内容をまたどっかに転用するみたいな、なんかそういうの結構いいかなと思います。そしたらこういういろんなツールがあって細かくやっていけばいいんですね。うん、そうですね。これを本当さっきの F ですね、 F ごとにめちゃくちゃ細かくやっていくっていうのが重要だと思います。メール一つとってもね、全部同じ内容を商品1回買ってるだけの方と50回ぐらい買ってる方と内容一緒にしちゃダメですよね、やっぱり、ね、はい、思ってること違うし悩んでること違うし体験談の声とかも全然違うじゃないですか、うん、なんでやっぱりここの設計をめちゃくちゃ細かくやっていくっていうのが重要になっていきます。優れた会社のメールのマーケティングオートメーションの設定とか見たらえぐいことになってるんですよ。どういうことですか？なんかこういう人に送った後にまたこれを送ってまた分岐させて、それをまた分岐させて、それをまたなんかもう一個あって、それがまた別の商品に絡んでとか、はい、すごい樹形図になってるんですよ。 F の樹形図からまた樹形図ができてくるの、もうすごいことになりますね。さっきのその F ごとに計測するってなった時に F1 から F2 の継続率が悪いとなった時に何を見直すかって、 F1 の方に対してどういう施策をやってるかっていうところをまず見直すわけですよ。そこで F1 には何やってたっけみたいなやつは話にならなくて、1ヶ月サイクルの商品だったとしたら購入から6日後に送ってる LINE があるとか、13日後に送ってるメールがあるとか、同梱してるものがあるとか、20日後に届くようななってる DM があるとか、3日後にはなんか男を追いかけてるとか、そういった施策一覧みたいなものもちゃんと用意しておいて、それぞれのメールであったら開封率であるとか、 LINE だったらブロック率、 DM だったらそこらのレスポンス率とか、そういったものを加味して初めて6日後に送ったメールの直後に解約が急にピュッと増えていると、そうすると、あ、6日後のこれメールあかんなと、何が受けないなと、さらにタイトルが悪いんじゃないかと、内容が悪いんじゃないかと、案内してるページが悪いんじゃないかと、どんどんドリルダウンしていくわけですよね、うん、っていう感じでめちゃくちゃ細かく見なきゃいけないし、細かく施策もやっていればそれをちゃんと把握しておく必要があるということですよね。 LINE はこの部署がやっててとか、こっちの施策は別の部署とか別の担当がやってるんでちょっとよくわかんないですみたいなことをやってると、なかなか改善が起こしにくい、この数字が悪いのはなんでだとかならないみたいな感じになっちゃうんで、数字全体をちゃんと把握するのも大事ですし、一つ一つの施策をきちんと分かる状態にしておくっていう重要かなというふうに思います。 CRM のことをなんか結構分かってきたなと思いました。分かった、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。見落としがちな項目とかってあったりするんですか？そうですね、やっぱね、継続率とかクロス率とかアップセル率とかっていうのはまだ分かりやすいんで、だいたい計測してるところも多いと思うんですけど、さっき言ったその発送率とか決済方法の率とかまで見てるのは結構少ないんじゃないかなと思うんで、発送率が低いと、たとえ継続してても発送してないんで売上になってないんで、例えばその F2 から F3 の継続率が 100% だったとよっしゃーと喜んでても、発送率が 50% だったら半分しか売上立ってないわけなんで、実質まあその月の継続って半分なわけですよ。そうするとやっぱりもったいないんで、この発送率は何で悪いのかっていう発想になるわけですね。それでお客様からの連絡があった時に、ここのコールセンターの対応が悪いとか、なんかそういった仮説ベースでどこが悪いのかっていうのを判断していくことが必要になる。最終的に発送されなきゃ意味ないですし、まあ、もっと言うと商品の、ね、代金を回収できなきゃ利益にならないので、まあ、ほんと最後までちゃんと数字を追うみたいなところ重要だなって思いますね。せっかくね継続いただいているのに蓋を開けてみれば全然発送がされてなくて、次の配送12ヶ月後ですみたいな感じだと、なぜか継続率はいいのに売上が全然上がらないみたいな
そういったことが起こり得るので、ちゃんと発送されてるかってところを見るのは重要ですね。本当いろんな理由があって、スキップされてるとか、クレジットカード決済ができなかったとか、前回の商品の支払いがまだされてないからとか、そういった理由で止まってるケースがあったりするんですけど、支払いが止まってるからだと督促の回収率を上げないといけないよねみたいな話になるんで、売りかけ回収のマーケティングオートメーションも回収していかなきゃいけないよねっていう、そういった感じになってきます。であともう一個が決済方法ですね、はい、これまあリピート通販の決済方法って多いのは後払いとクレジットカード、あと代引きとか、はい、まあなんか Amazon Pay とか、はいはいはい、LINE Pay とかいろいろあります。まあやっぱ主流は今まだまだ後払いとクレジットカード、後払いとクレジットカードどっちが LTV 高いと思うんですか？クレジットカードじゃないですかね。そうなんですよ。これって支払いに対する痛みが少ないみたいなところがあって、後払いってやっぱ毎回ね、コンビニとか郵便局に現金で払わなきゃいけないみたいな、払うっていうこう刺激が入るわけですよね。はい。クレジットカードって知らず知らず決済されてるんで、その痛みが少ないわけです、はい、っていうのもあって、クレジットカードに切り替えてもらった方がやっぱり継続率は上がります、うん、なんで、F ごとのクレジットカード決済率、これをどうやって高めていくか、ポイントインセンティブとか、クーポンを配布したりとか、で、クレジットカードにやってもらうみたいなことが多かったりしますけど、クレジットカードだとこんなに便利ですよみたいなのを打ち出したりとか、そういったことをやるのが多いですね。でも実はクレジットカードよりもっと継続率高い決済方法があるんですよ。何ですかそれ？それがキャリア決済です。ドコモとか au とかソフトバンクとか、うん、そうですね、あれ携帯電話料金と一緒に徴収される、はい、一番継続率が高いです。そうなんですね。ただネックとしては対応してるカードが限られていたりとか、うん、あとそもそもちょっとあれの決済手数料がちょっと高めみたいなところもありますし、やっぱりまだ後払いクレジットカードに比べると選ばれる選択率が低いんで、合うサービスもあるかもしれないという感じですね、うん、なるほど。クレジットカードに誘導するっていうのが今のところ王道なのかな。はい、まあ、まとめると本当 CRM ってお客との関係性をどうやっていくか、できるだけやっぱりワントゥーワンのコミュニケーションをどうやって実現していくか、どうやって一人一人のお客様と向き合うかみたいな、なんかそういったところになりますね。それを通じてどうやってお客様に喜んでいただくか、 LTV を高めるかっていう、そういう活動をしていくことになります。まあそのためのコミュニケーションツールとして、まあ、今はいろんな方法がありますよと。ただこれを全部闇雲にやっていくのではなくて、一人一人細かく見ていく、まあ、せめてこの F1、F2 っていうその購買ステージに応じて見ていくぐらいのところはもう結構最低限って感じですよ、ね。本当言うとこれをね、F1 の媒体別の輸入経路別で性別でとかって本当細かくやりだしたら本当切りないですよ、ね。もう本当 F ごとに見るっていうのは結構最低限レベルって感じです。数字をと向き合いながら、じゃあどこが悪いのかっていうのを見て優先順位をつけて施策をやっていく。で、そこでこの施策のタイミングを変えてみたりとか、方法を LINE からメールに変えてみるとか、内容そのものを変えてみるという感じで、顧客とのコミュニケーションをどんどん改善していくみたいな。そういったことが CRM ということになります。はい、ということで今回はですね CRM 完全版ということで皆さんにお送りさせていただきました。ただ水谷さん、はい、ちょっとこのまま締めようと思ったんですけど、ちょっとね多分見てる人これ問題なんじゃないかなってのがちょっと一個あって、これなんですか？概念分かったんですけど、はい、結局どこを使えばいいのって、CRM ってツールめっちゃあるじゃないですか。はいはいはい、確かに。結構あるなぁと思ってて、ね、いや、私も結構いろいろとね、試すんですよ。で、ね、営業かかってきたりとか。結局どれが最適なのって、まあ、もちろん業種とかにもっても変わってくると思うし、まあ導入したいと思ってる方もいると思いますが、値段もね、違いがあったりとかするし、その辺がわからないって人結構多いと思うんですよ、はいはい。その解説がちょっと今回なかったので、どうしようかな。いや、これね、実は準備してきてあるんですよ。準備？はい。今日はですね、そんなホイミンさんのために、ホイミンのためにね、ホイミンのためにです。ホイミンのためだけじゃないですけど、リスナーのためにもね見てくださってる皆さんのためにですね、どんなツールを選んでいったらいいのかっていうまとめをご用意しました。あ、なるほど。じゃあツール集みたいな、はい、それぞれ特徴とか、そうですね、何をポイントで見ていくかが分かる。そうですね、ジャンル別にこういうツールがいいんじゃないかとか、なんとなくこういう特徴があるとかっていうのをおまとめしてきました。それ欲しいっすね、はい、じゃあそれプレゼントで補足資料みたいな感じ。そうですね、はい。おー、素晴らしい、ありがとうございます。ということで今水谷さんの方が言っていただいたこのツール集ですね、それぞれの特徴とか何がポイントなのか、見るポイントも全部わかるみたいな、そういったものはですね、こちらのチャンネルの概要欄にあるマーケティングタブレ公式 LINE に登録していただければですね、このような形で補足資料っていう形で出てきますので、すぐダウンロードができる形になっています。
まあ、最近このマーケティング侍、結構様々なね、補足資料プレゼントしてるんですけども、今回すごい使えそうですね。そうですね。かなりリアルな感じですね。ああ、だからめちゃくちゃこれは確かに欲しい。ということで、こちら LINE のを登録していただければすぐさま使えるようになっております。これ以外にもね、たくさんの補足資料とか今すぐ使えるテンプレート結構今入ってる状態なので、よかったら概要欄の LINE の方から登録しておいてください。はい。というわけで、この動画がね、今回はですね、こんな形で CR の完全版っていう動画をお送りさせていただきました。この動画がいいなと思った方はですね、チャンネル登録と高評価、そして、シェアの方をよろしくお願いします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。またねー。はい。龍先生、水谷さん、今日もありがとうございました。はい。ありがとうございました。でも、CR もめっちゃ重要ですね。そうですね。奥深いですよね。ちょっと質問なんですけども、アフターシーンなんでこういろいろ聞きたいなと思いまして、ツールってどうやって探したらいいのかなと思って。まあ、ちょうど確かに今回プレゼントでも渡すみたいな話もありましたもんね。はいはい、そうですね。確かにツール、もちろんインターネットで CRM ツールとかって検索者にいっぱい出てくるんですけど、やっぱりね、現場に行った方がいいなと思ってて、結構なそういう展示会とかって頻繁にやってるんですよ。だからそういうのに行くと、もう一気に一日で情報が集まるし、ツールもね、1年経つと全然やっぱ違うものがいっぱい出てくるんですよね。新しいものも出てくるし、あ、今こういうツールがなんか展示のなんかブースが多いなとかって、あ、こういうのが今トレンドなんだなとか、そういうのもわかるんで、そういうのに行ってみるって結構おすすめですね。展示会は結構リアルにありですね。自分もマーケティング系のマーケティングエキスポみたいなのよく行くんですよ。展示会とかで。まあ、そうすると、いろいろ情報がキャッチアップできるっていうのもそうなんですけども、何より展示会のいいところは、結論営業されることなんですね。私これすっごい好きなんですよ。営業されることが。こういうのどう？いや、僕嫌いですけど。なんで？いや、だって営業されたらなんかもう、僕お金持ってないのに買わなきゃいけない雰囲気出てくるじゃないですか。いや、別にそんなことなくていいんじゃないかなと。お金、払う払わないじゃなくて、マーケッターにおいてのこの営業を受けるっていうのは、最強の情報収集ツールだと思った方がいい。どういうことですか？だって営業されるっていうのは、まあ、営業マンっていうのはいろんな資料を持ってくるわけでしょ？簡単に言えば数字も持ってくるわけだよ。しかも他社との違いを説明してくれるわけだよ。まあ、それこそだけども、広告とかを申し込みしたい、広告代理店頼みたいってなった時に、一社しか頼んでないって、これ結構リスクだと思う。一社じゃなくて、じゃあ A 社、B 社、C 社、D 社って分けてると、それぞれやっぱ数字持ってくるじゃん。同じ商品を広告回したいのに、やっぱみんな数字違うの。それもちゃんとみんな理由があるんだよ。っていうふうに、たくさんの営業を受けていけば、あ、この会社ちょっと話持ってるなっていうのも分かってくるし、あ、この会社は他と違った手法をやってるんだなってことも分かってくるから、どんどんこのマーケティングの知識が身についてくる。だから営業を受けるって結構ありだと思うけど。ありというか、まあ私は営業受けたがりなんで、まず営業受けますね。まあしかも展示会だと結構リアルでね、本当に愚直に話をしてくれたりとかするから、この前あったのが展示会って、隣同士がライバル企業もあるんだ。ありますよね。同じようなところになんか集められますからね。そう。場所固まるんで、なんかうちあっちの A 社使ってんだけど、B 社のあなたのところは何が違うんですかって聞くもんですね。ありますよね。ありますね。そうすると、やっぱすごいヒアリングができるし、しかもこの営業を受けるって裏技もあるのよ。え、何ですかそれは。営業返しってのがあるね。営業返し？営業返し。これね、見てる人はぜひ展示会行ってほしいですね。全国でいろんな展示会があると思いますね。まあ有名なところだとやっぱ東京ビッグサイトとかでもね、よくやりますけども、営業返しっていうのは一体何かというと、営業ってまず提案じゃん。簡単よ。はい。ね。まあオタクのところでこういったものをやったらいいんじゃないですか、提案をしてくるんだけども、逆にこっちも提案をしてみるってのが一個手なんですよ。簡単に言えば、月々ね、50万円ぐらい導入できるツールがもしあったとしますよね。仮にね。でも、じゃあその会社が、仮だよ。その会社がまだ出来たてほやほやで、そんなにそのツール自体が認知されてなかったとするじゃん。仮だよ。向こうは何としてでもお客さんを捕まえたいと。って言ってる時に、例えば、私がアイスクリームの製造工場か何かやってたとしましょうか。仮ですよ。まあよかったら私はモニターとして使ってくださいと。お客様の声として出してもらってもいいです。逆提案とかする。そしたら向こうはまだ実績が少ないから、実績として使わせてもらえるんだったらば、ただで導入しますってなるかもしれない。これがいわゆる逆提案。もうこっちも提案する。これはやっぱりリアルの場所だから成り立つ。もうウェブでは成り立たないじゃん。まあこういった展示会ってこういった、もちろん向こうも営業してくるけども、営業返しというか、いやこっちもお互い意味があるんだったら、こういったものはどうですかっていう提案の練習にもなるんだよ。実際展示会とか行って一緒にビジネスやってる企業かなり多いんで、もうきっかけが展示会っていうだけで営業かと思ったらこっちも一緒にやりましょうみたいな話になることもあるし、別にお金がなくてもできること結構あるよ。情報収集っていう意味でもそうだし、だからリアルな場所に行くっていう意味では展示会かなりおすすめ。
ですよね。そうですね。ぜひ。リュウ先生、僕もなんかこういろいろ勉強したいんで、はいはい、なんか展示会行こうと思うんですけど。おー、いいじゃん。はい。さっき調べて面白そうなのがありまして、うん、なんかミニチュア写真の世界展に行ってみようかなと思います。